こんばんは、若松村のチャンネルでございます。いや、台風が来てますね。台風14号なんか超でかいようだね。いや、もうなんていうの、瞬間最大風速が70メートルって言うんだから、まあ話にならないね。まあなんか大事にならなければいいですけどね。で、ここ3連休、今日から3連休ですけれども、まあ箱根なんかもね、結構あれですよ、あの旅館の方ですけど、やっぱりこの台風であのキャンセルとかね、あのちょこちょこ出ておりましたね。でも不思議なんだよね、キャンセル出るとなんかまたね、そこにねまた予約が入ったりするんだよね。だからこのね、台風の進路の状況を見ながらね、やっぱり判断するのかな。やっぱりキャンセルする方は、ああ台風がこっち来るんだなっていう、そういう概念でキャンセルするよね。でそのキャンセルしたところに入る人はよく進路を見て、ああこっちの方へ来るけども、なんか北の方に寄りそうかな、あのね進みそうなのかな。そうすると太平洋側の方は当然ね、影響も受けるけども、まあ大丈夫かなみたいなね、まあ楽観的なことで、まあ、判断するんだと思うんですよね。まあいずれにしてもね、ちょっとね、この台風14号は心配でございますね。まあそんなこともあるんですけれども、あとね、私いつもねこういろいろ世の中見ててね、あの例えばそのマンション、いろんなマンションがどん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 新築マンションが建ってますよね。でもこれ最終的にどうなっちゃうんだろうなといつも思うんだよね。やっぱりこうね、今は時代の需要があるからね、どんどんこう立つわけですけれども、まあやっぱりね、時代というのはどんどん変わっていくよね。まあその証拠にね、まあ何十年か前、まあ私なんかそのサラリーマンの現役でね、あのバリバリ働いていた頃ですかね、まあその頃はね、このリゾートの何て言うのかな、このやっぱり開発、それからリゾートマンション、それからそのゴルフの会員権とかですね、そういうのが一つのブームだったからね。それから会社の寮ですよね、そういうことなんかもあってですね、それでどん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 ね、やっぱりリゾートマンションがどんどん建ってたり。でもね、それからね、20年だ30年だ40年だってこう経って、現状を見るとね、まあ一部のところはね、あのまあ、 あの例外的なところあるけど、総じてね、やっぱりあれだよね、相当下がっちゃったりしてるよね。まだやっぱりあのね、その場所が遠かったりするとね、環境が良くてもね、やっぱり遠かったりするとなかなかね利用できないから、そうするとね、やっぱり持ってればね、管理費とかね、修繕積立金ってかかっていくわけだよね。あとなおかつね、固定資産税とかもろもろそういう税金もかかってくるから、そうするとあんまり使わないわね。でも持ってりゃ管理費だなんだが、税金だ固定資産税だってかかるわね。売ろうとしてもね、いやもう本当に全然ね、何も資産価値がないんじゃないかっていうくらい値段下がっちゃってるところもあるしね。そうするとね、そういうところはね、ただでもいいからね、もらってくれませんかっていう、そういう物件もあるわけだよね。でもね、もらった人もね、本当にしょっちゅう使えばいいんだけどね、またたまにしか使わないとなるとね、やっぱり毎月管理費は払うわ、税金、毎年税金は払うわってことでね、結構ね、なんかね、ただでもらったからあの得するんじゃないかと思ったりするけど、実はね、やっぱり利用頻度がね、あのたくさんあれば別だけど、たまにしか利用できないってことになるとね、やっぱりまたね、いやなんかもらったわけど、これどうしたらいいのかね、処分しなくちゃならないなみたいなね、そういうふうにこうなってきちゃったりするんだよね。
だからまあこれからね、まあね、人口もどんどん増え、あの減ってくるだ、減ってくるでしょうし、それでこのマンション、まあそれはリゾートだけじゃなくてね、このまあ隣のマンションとか、まあね、こういう町のマンションなんかも全部そうですけれども、これどうなっていくんだろうね。それと厄介なのはね、例えばね、やっぱり一つのマンションにまあ40世帯とか50世帯とか、それから大きいとこはもう何百っていう、もうね、まあ区分所有者が入ってるわけですよね。そうすると修繕をするとか、いろいろね、こうマンションを何するとかっていう時には、そのいわゆる区分所有者のね、やっぱり意見、それをちゃんと理事会でまとめてね、やっぱり一つの結論出なくちゃなんないんだけど、やっぱりね、中にはね、やっぱり交付にしたいっていうね、多くの人がしたいっていう時にね、いやそんなことね、わざわざすることないねとかね、やっぱりそういうね、方は必ずいらっしゃるからね。そうするとね、やっぱりいろいろね、こう例えば大型修繕する人だって、積立金だけではねできないから、やっぱりね、各区分所有者の方が少なくともね、やっぱり50万だ100万だ負担してくださいみたいなことになっちゃうとね、そんな ね、負担してまでやることないっていう人も当然いるしね、いやそれやっぱりやった方がいいって人もいるし、そうするとね、結局そのまとまんないんだよね。そうまとまんないとね、大型修繕もできないば、そうするとどんどんね、やっぱりそのまあね、管理費も滞納されるわ、そうするといろんな何でも修繕できなくなってくるわってことになると、マンション自体のね、資産価値がどんどん下がってくるから、やっぱり悪循環になっちゃうんだよね。まあでも本当にね、今後こんなどん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 建ってってね、まあ単純にどうなるのかなっていう、いろいろそのマンションに対するね、このまあ法的なことをね、なんかこう改正していかないと、やっぱりなんていうのかな、本当になんか全く資産価値がなくなっちゃうんじゃないですかね。まあそんなことをなんかね、こう、パッと世の中見渡してね、どうなるのかなっていうふうに思ったもんですから、今日はまたそんな話いたしました。ありがとうございます。